BayFM 旧の音域。今夜の旧の音域、虫が登場する楽曲、ね、お届けしていたんですけれども、メッセージもたくさん、それに並行する形でいただいておりまして、虫の話っていう、これは、メールでいただきました。ラジオネーム、ひまわりギャラクシーさんでいいのかな。我が家の長男は幼少時より虫が大好きな子供でした。毎晩夏の夜には虫取りに山に出かけたものでした。ノコギリクワガタやらカブトムシ、カマキリなど捕まえてきては楽しんでいましたね。セミの幼虫を集めては嬉しそうに眺めていました。微笑ましい懐かしい夏の日の記憶ですね。息子さんとかね、まあまあ特にやっぱり男の子が多いかなと思いますけれどもね、こういう 虫かご持ってみたいな、もう典型的なね、夏休みの過ごし方、虫取りの網持ってみたいな、麦わら帽子でっていうありますけどね。あんまりでもどうなんだろう、最近そういう少年少女たち見なくなったかな。どうですか皆さんの周りでは。紅弁天さん、この曲絶対かかりますよね、期待していますっていう、ハッシュタグ Q の音域、ハッシュタグ期待してます、ありがとうございます。そうなんです、早いものでもう最後のパートとなりました。今日のラストパートは、この虫が登場する楽曲の中でも特に、私トムセンがかけたかったナンバーっていうのをラストに取っておきました。まずは紅弁天さん、安心してください、今からかけます。ラジオネーム元祖テンピュールさんからもメールでいただいておりました。あ、この曲ありましたよねとかね、孤独な散歩者さんからもメールで、リクエスト、この曲ありですか。ありですよ、はい、ありですよありです、はい、ありよさらばね。94年4月リリース、36枚目のシングルでした。まあなんといってもね、ドラマの主題歌で、ご本人主演の、同名のテレビドラマの主題歌でした。作曲矢沢永吉、そして作詞が秋元康。ありよさらばということで、どういう象徴かというとね、これはもう群れをなして角砂糖を探して生きるという、そういうありのようなちっぽけな存在にはならないぜと。いう風にね、歌ってる曲かと思うんですが、当時私は中学1年、2年、あ、2年生ですね。94年なんで中2ぐらいの頃だったんだけど、もちろんこのドラマも見ていて、すごくね、影響を受けた一曲で、サビのところで、Why? なぜに生きているのかという、ね、この英語と日本語で繰り返し、なんで？ねえ、なんで？あなた生きてんの？っていう風に、問いかけられてるようなね、自分にこう問われてるような気がしてね、ああ確かになんで生きてんのかなとかね、何のために、もしくは誰のために、生きてるんだろうみたいな、自問自答をしていたことをすごく覚えていて、でその一つの答えとして、ドラマのエンディングに使われていた、次のシングル曲でもあるんですが、いつの日か、まあ、9音火曜日でもね、かけたことありますが、このいつの日かの歌詞の中に、自分なりの答えを見出したり、していましたね。まあ、あ、そっか、悔いのないようにとにかく夢に向かって生きていこうっていうことをね、そういうふうに感じたことも記憶しています。特別な一曲です。矢沢永吉、ありよさらば。矢沢永吉、ありよさらばでした。虫ソングコレクション、さあクロージングナンバーです。これもですね、矢沢の未発売ライブ映像3本がついに DVD ブルーレイ化決定。1999年ララグッドタイム、2017年トラベリンバス、2017、2019年ロックマスト Go On、 この3公演のボックスセット、サンバビーズナイトが5月5日水曜日発売。詳しくは矢沢永吉で検索。